はい、皆さん、こんにちは。X ヨッシーです。いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。はい、今日は早速ですけども、栽培図鑑の方をね、久々行きたいと思います。よろしくお願いいたします。この動画配信される頃はですね、まだ初秋、いわゆる初秋の頃だと思います。ですから、これからですね、いろんな果樹の苗とか、時計書の苗が、ネットでも販売されることも多いと思いますんで、この時にまあこういうのをちょっと見ていただいて、記憶に留めていただいて、で、苗が販売した時に、あ、これだなって言ってね、買っていただいたらね、いいのかなというふうに思います。はい。で、今日はね、その、統計層の方のグループの中の、去年育ててました、三義の連打という種類がありますので、それについてご説明したいと思います。統計層のね、この三義の連打なんですけども、そうですね、感じとしては小さな花なんですよ。で、それもピンクのね、柔らかい、サーモンピンクのような花咲きますんで、主役というよりはむしろ、主役の花があって、その周りにね、こう、うまく、センスがよくね、配列して咲かせたら、いい花なんかな、というふうに思います。まあ、小さい花でね、例えば他の種類で言いましたら、黄色の花が咲くキトリナなんていうのはあるんですけども、それなんかも小さいですね。ですから、他の大きな花、まあ、例えば、組み合わせがちょっと難しいと思いますけどね、ハイビスカスとか、ブーゲンベリアとか、ああいうのをやった横のところにぐるっと回ってね、アクセントで小さい花を咲かせたら、もしかしたら綺麗かと思います。その辺は皆さんのちょっとセンスで、表現していただいたらね、いいのかなというふうに思います。私もこの辺はちょっと研究中ですんで、はい、三義の連打見ながらね、学んでいきたいと思います。はい。では、早速、栽培図鑑の方のご説明の方に行かせていただきます。はい。まずですね、まあ、特徴は、さっき言いましたように、小さな花が多数咲きます。で、花水はまあ突き出しましたらですね、次々と花が咲いてきまして、そうですね、やっぱ6月頃からポツポツ咲き始めて、10月頃までね、こう咲いてました。はい。ですから、調子良ければですね、どんどん咲く花というふうに理解していただいたらいいかなと思います。それと、小さなまあ花で、苗もそれほどこうパッと見ですよ。こう強い方じゃないから、病気に弱いんじゃないかなって言ってね、ちょっと頭こうかすったんですよ。ところが、さにあらずで、結構病気には強い方で、トキソの仲間ですけどね、例えばパッションフラワー、レフレクシキフローラなんていうのは、ウイルスの感染病に弱いんですよ。ちょっとティアラも少しそういえばかかってきたこともあって、の記憶してまして、それから思いましたらね、この三義の連打はなかなか強いですよと思います。小さな割には強いというようなことだと思います。まあざっとね、 1,2,3 特徴はこんなところで、なんかすごいね、特徴があるわけでもないけどもね、ひっそりとした綺麗な花というふうに理解していただいたらいいと思います。はい。次に注意事項ですね。結構これ花は小さいんですけども、成長しだすとね、株がどんどん大きくなるんですよ。これはちょっと意外なところでして、はい。ですから適時剪定はね、した方がいいと思います。例えば花が咲いて終わったら、まあ、それの茎をねこう切って、他のところの方にエネルギーを回して、そこからまた花を咲かすというね、適時剪定を見てやらなかったらダメっていうのは、もしかしたら他の時計層というよりちょっと手がかかるようなことかもわかりません。はい。で、水切れにはね、注意した方がいいと思います。これ結構水汲んですよ。と言いますと、夏でたっぷり水やっても、夕方になったらこう、少しね、こう、へたってくるというような時もありましたんで、結構水ね、これ食ってるんだなというのを思いましたんで、まあ、できたら下にね、受け鉢なんかに置いて、水をこう吸収できるようなね、体制にしておいたらいいんじゃないかなというのを思います。はい。次に、重要事項を行かせていただきましょうか。まずね、日当たりは優先。まあ、これは、時計層の中でも、ま、共通して言えることだと思いますけど、中には、ま、時計層の中でも、日当たりがガンガンやると、弱る種類もありますけども、この三義の連打は、日当たり優先でも大丈夫だと思います。で、
植木鉢なんですけども、まあ、地植えされない方はですね、だいたい7から10号鉢で十分育てられる時計草だと思います。結構そうですね、まあ、株は精力的なんですけども、植木鉢で言いましても10号もあれば十分で、普通でしたら7号ぐらいでもね、育てて結構たくさん花がつきます。で、肥料なんですけども、液肥を与えると成績がいいです。特にまあ、花が咲き出したら、薄いものを3日に1遍ずつぐらいね、コンスタントにやればね、どん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 その液肥を吸って成長して、花がついていくというようなサイクルになりますんで、固定の肥料よりも液肥かな、というような気はいたしました。はい。で、最後になりますけども、この三毛のレンタはですね、耐寒性はあんまり高くないですね。それは、そうですんで、冬は室内の中に入れた方がいいと思います。まあ、耐寒性のあるもんでしたら、まあ、仮に、例に挙げましたら、カエレルヤとか、アメジストとか、インセンスとか、インディゴドリームとかね、そういう種類あるんですけどもね、マイナスまあ、10度ぐらいまで耐えるやつが結構多いんですけども、この、三毛のレンタはですね、やっぱり最低5度ぐらいは必要かなというようなところは感じられてまして、やはりまあ、安全圏は10度ぐらいね、入れて、で、夏、初夏ですね、まあ、4月か5月ですか、それぐらいにまあ、外に屋外に出して、太陽を当ててやると、どんどん成長していくと。そんな感じだと思います。はい。まあ、以上、注意事項と、重要点など、を、まあ、ご説明させていただきましたけども、ご参考になれば幸いです。まあ、三毛のレンタはね、ほんと小さい花で、スペイン語の血のようなというのは、まあ、そういう色のね、意味らしい、三毛のレンタという意味らしいんですけども、ですけど、まあ、そうではなくて、淡いサーモンピンクの可愛い花が咲く、脇役の時計草と、そういう位置づけで育てていただいたらいかがでしょうか。はい。今日もありがとうございました。はい、今日もね、たくさんの方にご覧いただきまして誠にありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。また皆さんとね、このチャンネルでお会いいたしましょう。まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではごきげんよう、さようなら。